です、えー、赤石さんは稲葉さんみたいにファンから追っかけられたり黄色い声援を浴びたいと思いますか有イメージが高いのも大変ですよねと実家まで追っかけられたりと、えー、稲葉さんみたいにファンから追っかけられたりね、あのー、意外と好きだったりしますよ <laughs> 黄色い声援を浴びたいとかね、うん、浴びたいいとは思わないけどね 嫌いじゃないですよ。嫌いな人いますよ、ね。なんか、稲葉さんとかね。割となんか、嫌いじゃないけどもね、僕ほど嬉しくはないような気はしますね。なんかね、ツアー先とかで、食事とかに行って、そしたらなんか、こう、ファンに発見されたりとか、あとはまあ、タクと言われる追っかけタクシーみたいな人と一緒で、が、こう、車に乗せて、えー、食事してるところの前でみんな待ってて。で、それで、また別の場所にこう、飲みに行くときとかに、こう、後ろからゾロゾロついてくるみたいな。そういうふうな感じっていうのがですね、実は、松本さんに言ってもいいよね。 <laughs> 僕と松本さんはね、意外と好き、好きっていうかな、気にならないっていうか、ダメですよ、だからその松本さんの家行ったら。<laughs> 割とどっちかっていうと、そういうのが気にならないタイプではありますね。で、稲葉さ様も本当に嫌いですよ。なんかちょっといい子だなと思っても、それやったらね、100%嫌われますから、本当やめた方がいいですよ。<laughs> 思いっきり逆効果です。はい、えー。もしこの動画を気に入ってくれた方は、えー、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。よろしくお願いします。